2022年10月28日、奥日光を散策してきました。霧降の滝からスタートし、恨みの滝、いろは坂、男体山、華厳の滝、中禅寺湖お畔、半月山展望台、竜頭の滝、戦場ヶ原をめぐり、ゴールとなる湯の湖、湯滝までの様子をお送りします。はい、本日は10月28日、ここは日光のですね、霧降の滝の駐車場ですね。本日は奥日光のもみじ狩りをしたいと思っております。で、まずここからですね、ここを起点にだんだんと標高を上げていって、奥日光の湯滝、湯の湖ですね、そこをですね、ゴールとして、10カ所ほど巡りたいと思ってます。で、天気はね、もうこのように今日はバッチリ期待できそうですね。で、すでにこの辺りも紅葉が始まっているようなので、紅葉の方も見頃というふうになってましたので、期待できるかなと。じゃあですね、まずは霧降の滝から行ってみましょうかね。今、6時56分ですね。じゃあこちらのようなので、行ってみましょう。はい、着きましたね。ここが霧降の滝。私も初めて来ましたけど、霧降の滝ですね。まあ、何段かに、分かれているようですね。まあ見える限り2段ですかね。正面の、1段目と、それから木に隠れて見えないですけど、途中ね。で、その下ということで、結構規模は大きいですね。で、紅葉も、まあ、いい感じですかね。まだ、真っ赤というわけではないですけど、まあ、そこそこ赤いところも、でありますね。で、おそらく向こうの山が、女体山ってね、女峰山か。女峰山ですよね、あれね。山陽はね。はい、ということで、一つ目のスポット、霧降の滝、でした。で、人も、まあ、早朝なんで、まあ、いないですが、まあ、この先はですね、もっと有名どころもあるんで、まあ、おそらく平日ですけど混んでると、思われます。はい、ということで、霧降の滝でした。次はですね、恨みの滝に、行ってみましょうかね。はい、じゃあ次行きましょう。次に向かった恨みの滝ですが、遊歩道が落石で通行止めでした。しかし、諦めずにバリエーションルートで向かったところ、無事到達できましたので、滝の様子をご覧ください。はい、遊歩道は通行止めでしたけど、なんとかですね、這い上がれる道があったので、結局恨みの滝まで来てみました。多分これが、そうですよね。ちょっと行ってみますか。滝に虹がかかってますね。ああ、綺麗だ。紅葉は全然してないですね、この辺りはね。さっきの霧降りは若干紅葉してましたけど、ここは全然です。はい。こ
種類もあったな。なんかこの間いた乗鞍の三本滝っぽいこう何本もこう滝が出てるようなところですね。確認できただけでも5本ぐらい出てますね。はい、なぜここが裏見の滝というのかわかりませんけど、こちらの滝道です。雨は全然ずっと降れるんで使わないんですけど、僕は残念の滝です。残念ながら紅葉はもうないと。まあ基本的には遊歩道が通れないので、遊歩道は確実にしなので、ここまで来るのはかなり川沿いのね、ちょっとこう獣道っぽいところ通らないと来れないみたいな、一般の方はやめておいた方がいいと思います。それでは、先ほど言った通りですね、次はいろは坂というところです。はい、続いてはですね、いろは坂ですね。ここの辺りから始まります。車載というか車の中から映しますね。
ここで明智平に向かう車で渋滞してますね。止められるんだろうか。ちょっと一旦ここで切りますね。次に向かおうとした明智平ロープウェイですが、駐車場に入れないほどの渋滞が発生していました。ロープウェイの営業開始は9時、今の時刻は8時19分。数分待ちましたが全く動かないため、ロープウェイの乗車を諦め、次の行き先を男体山に切り替えました。いきなりですが、男体山山頂からの様子をご覧ください。登山の様子は別動画でお送りします。これですね、このかっこいい刀が、本当の山頂だと思われます。ちょっと登ってみましょうか。はい、登りましたね。ではここからぐるっと、ここは女体山、それから太郎山、それから、日光白根、その前に尾瀬の樋口と荒れ戦場ヶ原ですね、それからこっちに浅間とか、あの屋根の上が、スカイ山ですかね。で、あとはこちら群馬方面、こっちはちょっと霞んでますけど、筑波山も見えてますね。はい、それでは下に戻って、日光の観光を続けたいと思います。ここは下呂の滝の歓楽街ですね。さっき南海山を登って降りてきてですね、ここに今は当たると、今12時12分ですね。で、ここからもいいんですが、ここまで来たんで、せっかくなんで、下の方まで、エレベーターで下の方まで降りて、下の方から見たいと思います。はい、それでは下までジャンプしてみます。はい、下まで降りてきました。8年ぶりのね、気温の滝ですけど、前回来た時は春で水量も多かったんですけど、やはり秋なので、水量は少ないですけど、まあ、それでもこの落差は何日だったかな、よく覚えてます。で、朝は巡った何でしょうか、霧降りか、霧降りに向かって裏に向かうと、ここが日光三大滝だ、そんなような、感じでしたよね。通常設備ですかね、この冷え込みが、ね、若干若干紅葉しますね。見たことでもないですね。はい、滝は夜の春でしょうね。目半の滝というのが実は地味にここに、から見えると、ここの滝の下の滝ですね。ここまではこちらに降りられないんですけど、ここから上から見ると目半の滝というのが難しいですね。それとこちらの方は山の時ぐらいからは紅葉が見られます、ね。はい、思ったほどでもないんですけどね。そんなにこう期待したほどの赤はないって感じですね。どの場所も天気に変わるとめちゃくちゃ天気いいです。外人さんとかもね、もう戻ってきて結構時間かかりますよね、ここまで戻ってきて。はい、ということで、下呂の滝はこれぐらいにしてですね、次、行きましょう。はい、ここは二良橋の前ですね。続いて、この中禅寺湖畔をですね、歩いてみましょうかね。まあまあ紅葉がありましたので、
はい、こんな感じですね。まあ、一部、紅葉のところ、見頃のところ、まだ青葉のところと、入り混ざってましたけど、まあまあまあでしたね。はい、それでは、湖畔はこの辺にしてですね、次行ってみましょう。はい、続いて半月山展望台のここは駐車場ですね。まあ、ここからも十分いい眺めなんですけど、車でね、下からだいぶ登ってきたところですけど、この先ですね、こちらにある通り、1キロ、600メーターか、600メーターほど登ればですね、いい展望台がありますので、男体山も望めるね、展望台があるんで行ってみましょう。今、13時22分ですね。はい。到着ですね。ちょっと男体山に雲かかってますけど、あ、まあいい景色ですね。下りの方が、女体山の方、女体山じゃ、女峰山の方が完全に雲になっちゃいましたね。大体男体山はギリギリ見えてる感じですね。側は、あの右のポコッと出ているのが白根山ですね。あとは斜山、とんがっているのは斜山とかかな、日光の。で、向こうは、なんだっけ、忘れた、すぐ忘れた名前は。で、こっちが潮方の山ということで、スカイさんですね。思い出しました。あの特徴的な山はスカイさんですね。ということで、これ竜神の木はこれだけではないので、ここから滝の上の方まで、行ってみましょうかね。いや、しかしここに来るまでね、沼の渋滞がすごくて、
周りの人もすごいですけど、車の移動が一苦労ですよ。駐車場もね、なかなか開かないし。はい。じゃあ上に移動しましょうかね。人を使わないように。はい、ここが滝の上になりますね。うん、紅葉はもう終わってましたね、これね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いてですね、三本町園地の近くにある千条ヶ原展望台ですね。日もだいぶね、傾いてきて、このようなちょっと逆光になってしまってますね。今日はですね、本来だったらこの小田代ヶ原とか千条ヶ原とかですね、歩く予定だったんですけど、まあ男体山登ってしまったんで時間がなくなってしまってですね、まあここからのみと、しかも逆光ということで、あまりちょっとね見えないかもしれないんですけど、まあまあの景色ですね。まあ赤はないですけど、唐松林とあとはススキかな、これは割といい感じで見えてるという場所ですね。まあ、ここは本当駐車場からすぐなんで、もう家庭もすっ飛ばしていきなりここから撮影しましたけど、はい、それではですね、この後は最後の湯の湖湯滝に行きますかね。はい、じゃあ行きましょう。はい、最後の目的地湯の湖ですね。14時53分です。もう日が陰って、山に隠れそうですけど、ちょっとね、ここもあまり赤は出ないからですね。うん、温泉の匂いがしますね、ここはね。湯の湖というだけあってね。はい、それでですね、ここから、有名な湯滝の方に、下れるんですが、ここはですね、湯滝の、まあ、上に当たるところでして、坂を下ればですね、下から湯滝が拝めるということなので、行ってみたいと思います。これで、これがですね、下に落ちて、下に人が見えるか、見えると思うんですけど、まあ、あそこがですね、安楽台ですね。ここは、湯の湖、湯滝が始まるところですね。
ずっと降りていくということで、雪量がありますので行きましょう。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。